ピロ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 ガチャ。はい、クモですが何かの庭でございます。今日のエピソードを早速入りたいと思いますので、レッツゴー、入るぜ。お前結局ゲーム1日何時間やってんの？そんなでもないよ。週3回徹夜くらい？それ死ぬってぜ。週3徹夜はえぐい。わ、めっちゃいじめられてる。なんなん？わお。目的は？済ましちゃって、マジムカつくんだけど。ムカつくんや。無視されてんのに、あんたがクソ女なのに。やば。そんなんでムカつくんや。どんだけ構ってほしいんや。そんなに若葉のこと大好きなんだ。そんなね、人の大事な本に牛乳を、まあ、水だったけど、つけるほど。俺はね、昼食、みんなを無視して本読んでいたことあるんだよね。そうすると、友達に水かけられたんだよね、その本。でも激怒して、はぁ？って思って、で、まあ、ご飯があってんか、そのご飯をすべて彼のリュックの中に入れたんだよ。それはなんか普通のなんかリンゴとかじゃなくて、もう普通になんかカレー系のやつなんだよね。はい。まあ一応あの学校でそのなんか なんていうか罰みたいなのがあって、土日行ってなんか全てのなんだろうな、キッチンとか掃除なんかいろんなことさせられたんだよね。けどマジで本読んでんのにさ、邪魔してくるやつ、まして本に水をかけてダメになるよ。本ぷわって熱くなって、そんなマジで許せへん。こいつらあれだよね、チートすぎる奴らに転生してる。うざいやつやな。勇者ってなんだよ。そういうわけか。兄様とか言ってんだよ普通に。はいはい、なるほどね。超ゲームだね。ハンマバキ。この世界での俺の夢の一つはユリウス兄様に並ぶことだ。人類最強に並ぶ、そいつは五体操な夢だ。なんか怒ってんなこいつ。俺はもっとチートになるわって。ね、ズー乗ってんな。まあドラゴンかっこいいじゃん。じゃあその若葉とやらは？なんか悪いことしたのか？やっぱり同じ人だったなこいつ。いじめダメやで。ペットになるのは嫌やな先生。
若葉どうなってんでしょうか。それは難しいね。だってクモじゃもん。お、気になるな。クモですが何か？ガチャ。あれでしょ、あの初入道のボスになってるでしょう。もスーパー強い雲で。また貴様って別のやつに決まってるやん。とはいえ、お、かなり強くなってんじゃん。若葉頑張ってんな。食べましょうや。やったぜ。おお、これってつまり進化。スモールレッサータラテクト脱皮したね。レベル2上がった。おお、素晴らしい。クモイといいね。ふむふむふむ。スキルポイントで何するか。まあ自分のステータス確認できるでしょう。多分。とりあえずスキルポイントいただいたんで。よかったね。よかったね。ふむふむふむ。大変だったんだよね。お、ちょっと一瞬なんか、おお、なんか、もうこいつレベル2だからさ、やばいやばいやばい。もう生き方雲になってる。人間や。こいつ食べるか。うおお、うおー、やばい。こいつ逃げようとしてるやん。何かパクろうとして。ねえ、殺すべきやったよ、あの人間。食べてさ、増築とかはいいんだけどさ。あ、いた。増築はいいとして、あいつ落としたもの何。ちょ待って、扉とかいらんやろちょっとこの大工のこれついてんの可愛いけど。絶対水走ってないでしょ。はい。それはなんとなく理解してる。ちょっと待って、上にあるものって何ですか。なんでそれ。あ、音か。どんな生き方してんだよこいつ。飯か。お腹減るよね。あれとは？マイパソコン大丈夫か？一瞬ビュッて遅れちゃうんですよね。何が入ってんだろうか。トモ食いかもしれないし。おい、マイパソコン、これ理由かもしれないな。 Oh my god、 スタート。人間様の血だったら一体何ができるのか。今クマとなっては手も使えんぞ。
ダメなんだね。もうこれは竜の卵だろ。そういうもんやろ。鑑定スキルは相変わらずクソやな。おい、今かよ。レベル2になってみると、ちょっと名前がないのかよあなた。そうだよね。でもスモールレッサーテラクト、なんやろな、きついね。劣等種とか言わんといて、かわいそうに。自分のことだからいいんだけど。やっぱりそうだ、チリウといえばね、リゼロのことを思い出したりするけどね。でも食べたいやろ、チリウだったら。お、何してんの、ヨーヨー。これほんまに楽しんでんの。お、待て待て待て、大勢の人が来てんのか、チリウの卵を取りに。燃やしに来たやん。いや、それは人間たちが襲ってきてんじゃん。いや、治療が欲しいやろ。危ないな。しかもお前人間言葉喋れないでしょ。燃えてきたな。俺ならゲームで何匹も蜘蛛殺してきたんだからな。この一匹は元人間か、そんなこと考えたこともね。悔しいね、チリを欲しいし。食って殺せばいいやん。これってさ、他のクマたちって言葉通じんの？うん、ただ無音？それとも音出てんのかな？やっぱり卵を取られてるよ。戦え！反撃の時だ。人間たちにリベンジ。あいつら殺せ。スモールレッサーテラクト、エプレイザル、ナイトビジョンがめっちゃいいよね。剣気もちょっと使えて。わお。あ、なるほどね、こういうわけなんですね。人間殺すんじゃなくて、とりあえずカエルたちとやり合うんだ。トカゲとか。うおう、うおう、そう、手足使えへんや。弱いんだ。めっちゃ弱いんやな。人間に会ったら速攻やられちゃう。ねえ、進化せなあかんわ。石化きついね。これでレベル3ですね。まあ死んでるね。うん、やめよう。頭を使って。まあ雲ってそんなもんだよね。
あいつが寝てる時とかさ。治療も卵欲しかったな。しゃれ込みます。おお、来た。向かって。バカ高いぞ。こいつ。落とすのか。なんだ。ちゃんと倒して経験値取ったか。この蜘蛛の巣なのかな。何これ、多すぎて。鑑定したら旺盛すぎて5まで上がってしまった。おう、 HP とか見えるんだ。おー、ノー、こいつやん。お前が攻撃したあの一匹やん。おー、ノー。 SP ってスタミナか。これは死ぬね。クモのボックス作った、何、ウェブボックス。一匹でも攻撃されたらそういうわけか。結構早いよね。スタミナも悪くなかった。いい作戦じゃないですか、これは。寝るんかい。私の時点から隠せる。ほんま？寝てるときは怖いからさ、あんまり床の上で寝るのは良くないと思う。完全包囲されてんの？オーマイガッド！ヘビじゃん。あー、オーノー。レベル9だった。で、HP とか全部見れるようになったよね、鑑定スキルで。糸。でも向こうも毒耐性あるでしょ。うん、糸糸糸糸。あと禁忌魔法それぞれ使わへんとな。使い方わかんないだろうけど。相手のスタミナどんどん下がっていってるのかな。あー、来た。いって一撃で普通死ぬよね。あ、でも結構死ぬに近い状況。これでとどめ刺されている。お、来た。ポイズンファン、毒の刃。ん、刃ではないな、これは牙です。これ死なないのがすごくない？しぶと。まさかの殺し。そんな小さな毒蜘蛛に殺されるなんてある。わお、こいつ毒耐性そんなに強いわけじゃなかったんか。お、来た。いきなり銃？レベル7？レベル6？ OK、OK。苦痛耐性。しかも増えたっていうことで目玉も増えるとか。
ボス倒したね。進化しよう。レッサーテラクトからスーパーテラクト。お、来たー。 Oh my god、 ポケモンやないか。スモールかレッサーか、どっちなのか分からんけど。まあレサの方がね、うん、わかるわかる。なんかブルルルーパーってなるのかな。え、でもまあこれだよね、これがスモールテラクトってやつか。この服装、服装っていうか体違うんだもんね、このクマの。ニッチもサッチも大名なんたら。初期能力は最低。初期能力ってことですよね。今はもうちょっと強くなってきてる。勝ち組頑張って聞かないとあかんな、これほんまに。あらら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 早すぎやろ、ボイカロイドみたいな。どうしたらこんな早く喋れんのか。頑張るな、ほんとクマちゃん。ふむふむ。C パート。ペットめ。あ、こいつが治療か。経験値積まないとあかんやん。どうせ進化するならさ、こういうやつを目指そうよ。めちゃくちゃかっこいいし、強そうだし。クソでかいね。人間が良かったって。いいとか強そうとかって、女子の目指す到達点だと思う？そうだよな。ごめん。まあ、幸せライフを送ってるよね。おお、タマゴもあったしね。学園近くの森の中に現れて、犠牲者も出たとか。へえ。仕方がないとはいえ、同じ種族が人を殺すのはなんか嫌だな。これ以上犠牲者が出ないといいな。まあまあまあ、お前らはお強い人間なので。チリュウ、クモ。え、チリュウ、リュウが怖い？なるほど。次回のエピソードでもしかしたら、おそらくクモがチリを戦うことはないと思うんだけど、今んとこ。しかし人間たちで頑張って戦うのかな。でもなんか人間たちのストーリーよりクモのストーリーの方が俺はだいぶ興味あるんだけどね。なんかそういうちょっとポケモンで這い上がるっていうストーリーね、ちょっと可愛いし。ではでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。前半は結構ね、俺のパソコンによってクリックリックリックリみたいな問題があったんですけれども、後半ではそれが直せたので良かったかなと思っております。ではではでは、 Until next time, goodbye, Oki and Nii.